今日のお題は炊き込みイカ飯ですね。今回の料理のツボは香りよく仕上げるべしです。いや美味しそう、はい、今日の旬のスルメイカをですね贅沢に使ったイカ飯ですね、うん、で香りよく美味しく仕上げますのでぜひお試しください。いやもう香りいいですよ。もういいですね。もういいです。それでは早速お願いいたします、はい、ではまずスルメイカを切っていきたいと思います。これね、スルメイカの皮はね剥かなくていいですね。あの皮があった方がイカの香り出ますんでね。でこれを一口大にこうねこうちょっと細切りにしていきましょう。ね、あの輪切りですとねちょっとご飯と馴染みが悪いんで今日はこう細切りにしたいと思いますね。こういう感じ。草原さんお店今日から再開されるそうですね。そうなんですよ。今日からあの復活させますんでね、まあ、私はあのリモートで出ますけれど。いやいや、はい、どういうお店なんですか。リモートですね、はいはいはい、そしてこちらお鍋にですねこの煮汁を作ってるんですけれどもこれはねお水とお酒と醤油と砂糖あとだし昆布入れて一煮立ちさせてありますね、うん、ここにですねこちらのイカを加えてですね、まあ、さっと煮たいと思いますね。この煮汁でこのイカを煮た煮汁でご飯を炊きますのでここにイカを入れてですねイカはね火を通しそうなんですよ。ここでイカの風味は出したいんですけれども、長く煮ると硬くなってしまいますので、レアに火を通す感じですね。まあ、設楽さんがあのイカ飯お好きと聞いてますんで、かなりあのイカ飯に近い味付けにします ね、はい、ね。イカ飯は中ですけど、今回はイカの方がご飯に包まれる、ね、そうなんですね、はい、でこれイカ硬くならないようにほんとごく弱火で、はい、大体3分ほど火を入れるようなイメージですね、うん、でそのまま火を止めて常温まで冷ましますけれども、本日は時間がないので差し替えたいと思います。差し替えますイカを差し替えます。はい、はい、正式に言わなくていい。すいません、差し替えます。何でもいいんだね、はい、まあこれもう煮汁冷めた状態ですね。でこれあのイカ別に僕今食べたわけではなくてですね、取り出してあります。ああ食べちゃったって。そうなんですね。ちょっとあの急いで食べたように思われると嫌なんで言っときますけどね。食べない。イカ後から入れるんで取り出してありますね、うん、この煮汁を土鍋に入れて、炊いていきたいと思いますね。土鍋でいくわけですね。このもうイカの風味たっぷりの煮汁でご飯を炊きます。美味しそう。でここに加えるのがこちらの新生姜ですね。そうなんです、はい、それが笠原の極み。新生姜で旬の風味をプラスすべし。新生姜の千切りですね、うん、新生姜の風味がご飯ともイカともどっちとも相性いいですからね。いやー美味しそうだな。これふわっとこのね生姜の香り広がるのがとても美味しいですからね。お鍋とかでご飯炊くのってすごい難しいのかなと思うと、慣れたら簡単ですよね、や、はい、とか言いながらやったことないんですけど、まあ、今日のメニューあのレシピはそのまま炊飯器でやっていただいても大丈夫ですけどね。まあ、土鍋があったらやってもらって、うん、大体あの火にかけてですね蓋をして蒸気が出てきたら中火にして5分、うん、その後弱火で15分ぐらい炊くのが大体それで炊き上がりますね、うん、そうなんですよね。20分ぐらいで、ね、はい、早いんですよ、はい、では続いてはどうしましょうか。はい、ではね私あの超急いで炊きましたんでね、うん、蓋を開けたいと思いますね。差し替えましたこんな感じでまず今ね生姜の入ったイカのもう香りたっぷりのご飯が炊けましたね。そうか、ただ ここだけでも美味しいですよ、ね、この状態のあともうちょっと蒸らすぐらいの段階でこのスルメイカを戻しますね。そこでそうしないとね最初から入れると硬くなっちゃいますのでね。ここでもイカが温まる程度に火を入れますね。すみませんでさらにこちらのすだちを上に乗せたいと思いますね、はい、そうなんです。それが笠原の極み、うん、すだちですか。すだちを乗せて香りよくすべし。どうですかね。すだちすだちですかね。わかんないですね。これ今日はねすだちをですね、はい、あえて輪切りにしてですね。いいですね。大好き。すだち、あのすだちそばってねあのおそばでありますけどね。あれをちょっと私あのパクらせてもらいましたよ、ね。いや爽やかになってね。美味しいです、ね。これあのあんまりすだち乗せすぎるとイカがなんだかわかんなくなっちゃいますからね。気をつけてくださいね。イカがちょっと覗いてるぐらいにすだちを乗っけて、これをすだちをですねこう絞るというよりもこうちょっとこうなすりつけるような感じで香りつけて食べてみると美味しいです。なすりつける、はい、あと食べちゃってもいいですか。すだち薄切りになってますよね、うん、はい、では完成でございます。おー、やった。これで炊き込みイカ飯完成です。やりました。では皆様には別で作ったものをご用意しております。お召し上がりください。いただきます。あー香りがもういいですね。すだちの香りもイカの香りもとても効いています。いただきます。いただきます。あ、おいしい、うん、こりゃうまい。うまい。味がよく出てやっぱりね、煮込んだあのイカのだし風味がご飯にちゃんと効いてて、煮汁で炊くっていうのがポイントですね。うわ、うまこれ。すだちと生姜最高ですね。ね、さっぱりしてる。浜田さん、笠原さんのご飯いかがですか。私、笠原さんのよく真似して作り置き の、うん、あのお魚とかも冷蔵庫にストックしてあるんです。本当ですか。ありがとうございます。あの僕写真集持ってますんで嬉しい。ありがとうございますやり合いですね、うん、美味しい。美味しいな。
それでは本日の笠原の極みはこちらです、うん、新生姜で旬の風味をプラスすべし、すだちを乗せて香りよくすべしでした。ぜひ、ね、土鍋で、ね、作ってみるのもいいかもしれないですね。皆さんもぜひ試してみてください、うん、笠原さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日ご紹介したお料理の詳しい作り方は本日発売のエッセ7月号の150ページに掲載しています。